今日も、狩俣凛太郎風に始まりました YouTube の時間です。お相手はマークワードル高木です。皆さん今日はちょっと寒いね。ようやく冬っぽくなってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、1月の13日の金曜日、第67回の YouTube となっております。まあね、30分番組なんでね、最後まで楽しんでくださいね。メール待ってますよ。797@fmgino1.com 797@fmgino1.com でお待ちしております。今日はなんと素敵なゲストがいらっしゃってますんでね、もう楽しみにしてくださいよ。もう耳をダンボに、ダンボみたいにしてね聞いてください。よろしくお願いします。まあね、あっという間にね、1月もこれ終わるんじゃないかなっていう気配がしてますけどね。まあインフルエンザ、もう何より健康第一ですからね。もう本当にね、風邪なんかひかないように、注意して今週も楽しんでくださいね。よろしくお願いします。それでは YouTube スタートでーす。この番組はボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ること、それは命を守ること、コチンダシカクリニック、まるごとラスクが大好評のワイズサポート、発達の気になるこのままをサポートします、チャレンジとサポート沖縄、アパートの修繕リフォームのラッションプレスの提供でお送りします。そろそろお家のことをしたいけど、面倒だわ。ショーンプレイスはリフォーム修繕、面倒な草刈り、粗大ゴミの処分まで賜ります。ただいま障子の張り替えキャンペーンやってます。なんと激安1枚2000円からあなたの力になります。ショーンプレイス。ん、何これ新しい。まるごとラスクが大好評のワイズサポートのサーターパンダギーよ。サーターアンダギーとパンとの出会い、ハテルマ酸黒糖の甘さがお口の中に広がる。県内各地で販売中。ジーマミー豆腐のおからでできたおから棒も大人気、販売中です。ワイズサポート。チャレンジドサポート沖縄は発達の気になる子を持つママたちの交流会です。月に1回ユンタク会を行っています。その他、発達の気になる子をサポートする勉強会、講演会、アロマケア体験も行っています。発達の気になる子のママ集まれ、チャレンジドサポート沖縄。はい、改めましてこんばんは。 YouTube の時間です。お相手は DJ マークワードル高幸ですが、ね、今日は13日の金曜日でね、ジェイソンがね、まあ来るかもしれませんけど、13日の金曜日ね、まあ不吉と言われてますけどね、まあなんて言うんですか、まあイエス・キリストが処刑されたのが13日の金曜日だったとかね、ユダね、弟子のユダいるでしょ、ユダさんね、ユダ君ユダが13番目の弟子だったとかね、まあそういう感じでね、まあ13っていうのはこう不吉な数字というふうに言われてますけど、まあ言わずと知れた13日の金曜日ね、このジェイソンのシリーズね、かなり、もう何作も作られてますよね、13日の金曜日。だけどね、なかなかこう伝わってない部分も多くてですね、ジェイソンはね、よくなんかチェーンソーがイメージですけどね、
実際はチェーンソーは使ったことがないというねジェイソンね。だいたい斧とか力任せとかそういうのでいろんな犯行を繰り返しておりますね。で被害に遭った人200人以上ね。でジェイソンのもう一つの代名詞のホッケーのマスク、これはもう第3作目からなんですね。で1、2は何かというとただの麻袋をねかぶっております。はい。で第1作目のジェイソン13日の金曜日はですねジェイソン特に何もしてないです。てかジェイソンは被害者なんですね。犯人はその被害に起こったお母さん、うん、ジェイソンのお母さんがやりまくるというお話が第一作になってますね。本当にね。やっぱお母さんは怖いっすよ。まあ、息子のためならねもう何でもしますからね。いやそんなことないですけどね。まあそんな感じでねジェイソンの活躍する13日の金曜日、あれまあ第一作からちょっと一応見てみたいではあるよね。もうかなり長くなってるんだけどさ、まあ、見たいなーっても思うけど、でも大体ね出てくるこう登場人物の中で大体一番最初にやられるなっていうのはなんとなく分かるね。うん、あこいつだなとかね。結構チャラチャラしてるような男とかね若者とか、速攻ジェイソンの餌食です。そんなのジェイソン一番嫌いです。はい。まあね今日はちょっとこの後ね、まあ、ちょっといろいろ2016年のおめでたい話題とかゲストのコーナーとかいろいろありますんでね、あその前に僕せっかく調べたんでねジェイソンのプロフィール、うん、まあ、みんな知りたいと思うんでねジェイソンのプロフィールをここで紹介しましょう。1946年生まれ、ね、で6月13日生まれですね。はい。身長192センチ体重114キロね、みんな知りたかったでしょこれ。すごくね知りたかったと思うんでね僕が代わりに調べておいたんですけどね、まあ、プロレスラー並みですね。まあこんなのに襲われた日にはねまあひとたまりもないですよ。うん、じゃあね今週もね素敵な話題と、素敵な音楽で、お届けする夢のような30分となっておりますんでね、今週の1曲目ですね、まあ大体特集するんですけどねこのアーティストとかね、まあ、それがない時は、まあ、僕の、赴くままにね、まあ、つれづれなるままに、まあ、曲をかけてますね。棚からねこう一つかみっていうね。まあこれもパクってますね。うん、まあ棚つかのコーナーで言ってますんでね、じゃあ今日はなんとなくねなんかアン・ルイスが聞きたい気分だったんでアン・ルイスをおかけしましょう。まあねまあいろんな曲名曲たくさんありますけどその中でも、まあ、ちょっとあんまりかからないかなっていう曲を、お届けしましょう。アン・ルイスで、天使よ故郷を見よ。
い、お届けしているのはアン・ルイスで天使を故郷見ようですね。かっこいいですね、アン・ルイス。まあ、本人はね、あの歌謡ロック、歌謡曲ロックっていう風にね、ちょっと謙遜した言い方してますけど、言い方してましたけど、めちゃくちゃね、かっこよかったっすよね。すごいロックでね、まあ80年代の音楽番組にもうド派手なメイクとド派手な演奏でね、バーンとね、毎回楽しみに見ておりましたアン・ルイスさん。今ではね、あのなんかアメリカの方にね、住んでらっしゃるみたいでね、息子さんはね、あのまあ俳優としても活躍されてますけれど、 Facebook でねちょっとあのつながりがあってですね、アン・ルイスさんの投稿を見る機会もあるんですけどね、なんかいつもお元気そうで、楽しい、話題をいつも投稿されてます、アン・ルイスさんで天使を故郷見ようでした。はい、じゃあ番組続けてまいりましょう。今日の話のネタはですね、2016年、結構振り返ってみるといろんな芸能人の方、有名人の方が結婚したんじゃないかなっていうふうに思っててですね、それをちょっとね、あの話してみたいと思っております。の前に今日もね、ありがたいことにメッセージ来てます。リクエストメッセージ紹介しましょう。YouTube ネームが白山団地の三女さん、いつもありがとうございます。あのいつものチーンがちょっと遠くにあるんで、ちょっと待ってよ。ありがとうございます。加藤さん、スタッフの皆さん、こんばんは。今日は寒い寒い。そういえば昨年の1月って沖縄に雪が降りましたよね。そう、あれあられだっけ、かっこ笑い。それにしてもムーチーすぎてから、ムーチービーサが来るなんてびっくりですね。さて明日からはセンター試験。そう、皆さん頑張ってください。応援しています。加藤さん最後まで千葉利用を。YouTube ネームが白山団地の三女さん、いつもありがとうございました。あ、本当ね、去年か、そうだね、ちょうど1年前、ちょうど1年前のですけど、ふわー、はい、OK、そう、雪が降ったんだよね沖縄ね。びっくりしましたねこれね。あれ、まあられみたいな感じだったけど、もうとにかく寒かったですね。今年ももしかしたらないとは言えないよね、1月の後半とか2月にかけてね。だからちょっとまあ期待しながらね、ちょっと待ってみたいと思ってますが、明日からセンター試験ね。まあ沖縄もあれだけど、あの内地がね、もう大寒波なんでしょ。これで電車とか遅れた日には受験生大変ですよね、本当にね。だからあんまりね、こうダイヤの乱れとかね、そんなことない方がいいなと思いながら、明日どうなるかなって感じですけどね。白山団地の三女さん、メールありがとうございました。はい、じゃあ話をちょっと戻しますね。2006年結婚した有名人芸能人は、なんと女子バレーボールの木村沙織さんもね、結婚した。で、あとはお笑いのおぎやはぎの、矢作さん、矢作実はちょっと名前あまり知らない。おぎやはぎの方、ちょっとちっちゃい方、どっちもメガネかけてるからね、一般人女性で V6 の長野ね、白石美穂さんとね、結婚して、あと女優の木村文乃さんね、これ七尾とサイレーンっていう怖いドラマで出てた、方も入籍しております。あとダルビッシュさんね、山本聖子さん、元レスリングの世界女王ですからね、山本聖子さんは多分夫婦喧嘩っていうのはないでしょうね。あとね、あと三原純子さん、秘書の男性と結婚したんですが、三原純子さん現在52歳、秘書のお相手の男性28歳。はあ、すごい、もうコアラもびっくりですね。あと福原愛ちゃんも結婚しましたね。これは卓球のね、まあ、台湾の代表の江宏傑さん、イケメンですよね。なんかもう台湾の俳優さんかなと思うぐらいかっこいいんですけどね。で、愛ちゃんも卓球でしょ、で旦那さんも卓球、どっちが強いんだろうねこれね多分何回かはやってるはずよね。やってるって変な意味じゃなくて、卓球ね、やってるでしょきっと。あ、3パターンあると僕は見てるんですよ。全くやらないか、卓球にはもうあえて別に2人の間では触れないよみたいな、話題にすらしないよみたいなか、あと遊び程度で、トレーニングっていうか
まあ、ちょっとレクリエーション程度ではやるよと、まあ、あの1日3セットぐらいならやるよと、でもう一つはもうガチンコでやるよと、なんならお互いが最大のライバルだよっていうぐらいやるかのどっちかだと思うんだよね。でもこれ結構ね、ムキになったり、なんかあの夫婦仲がこじれたりとか、お前のさっきのプレーないんじゃないとかお前ラケット変えただろうとかありそうなんでね、その辺はちょっとあの心配の種でもあるんですが、まあ、まあ、あの勝手ながらね、まあ、心配なんですけど、でも愛ちゃんがなんかあの結婚した後どこに住むんですかっていう答えに、ね、あ問いかけに対してね、彼の居場所が私の居場所ですっていう風にね最後ちょっといい感じで今締めてますけどね、その中でもねちょっと驚いたニュースっていうのが、まあ、これはもう2017年、今日なんですけど、世界の終わりのね、あのキーボードの女の人も結婚して、でギターの人も結婚したと、てっきりすぐそのニュース聞いた時、あこの2人が結婚したんかなと思ったけど、そういうわけじゃないみたいね。もうそんなことになったらバンドの間でね、あの三角関係とかなってて、2人が結婚してしまった日はもうね、この世の終わりですからねごめん、ただこれが言いたかった、いやごめんなさい、この後ゲストコーナーに行きます。じゃあそんなねちょっと祝福の気持ちを込めてこの曲いきましょう。世界の終わりでドラゲナイ。ドラゴンナイトをお届けしている間に、スタジオには素敵なゲストが登場していただきました。はい、じゃあ、こんばんはです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ですね、今日、いらっしゃっていただいたのは、トーマさんなんですがね、これは第2回の、健康と美のアロマフェアの宣伝でいらしてくださいました。じゃあまずは自己紹介よろしくお願いします。はい、那覇の国際通り牧師駅近くで、はい、アロマのサロンスクールショップをやってます、はい、アロマテラピー花風のトーマと申します。あートーマさんも本当にもう本当にもうありがとうございますね、はい、もう遠いところはるばる、はい、もう来ていただいて本当にありがとうございますありがとうございます。こちらね、本当にもう最初ちょっとあの事務的なやつから行って、はい、あとはもうちょっともう何でもかんでも話してもらっていいんで、はい、じゃあ最初にちょっと僕これだけ紹介させてくださいね。はい、お願いします。もう今週ですね、はい、1月15日今度の日曜日、場所は沖縄コンベンションセンターの会議 A 棟で、第2回健康と美のアロマフェア in 沖縄、2017が開催されます。イエー11時から5時ですね。はい、でトーマさんも、参加されるということで。そうですね、はい、これちょっとチラシのね後ろの方にあるんですけど、アロマフェア展示販売体験コーナーということで、はい、たくさん出てらっしゃいますね、はい、各、テナントさんといいますか、はい、お店の方もショップが、はいはい、でトーマさんのお店が、株式会社フーズハピネスさん。はい、そうなります。すごい。でトーマさんのところでは一体どういう体験とか、うん、はい、販売とかがあるんでしょうか。私たちのブースでは、はい、アロマの元である精油とか、はい、アロマスプレーとか、はい、あのキャンドルとか、うん、あと体験でハンドトリートメント体験ができます。あ、なるほど、いいですね、はい、これあのハンドトリートメント体験は、はい、まあ、おいくらですか。ワンコインで。あ、ワンコイン、はい、っていうと500円。はい、わーおー
これすいませんが、通常お店で受けるとすればもうおいくらぐらいですか？おいくら万円ぐらいですか？おいくら万円、2、3倍万円かなって感じですね。かなり日曜日はお得ですよね。かなりお得です。もう、はい、ワンコインでこの、アロマのハンドマッサージが受けれるということで。はい、そうですね。すごい。で、販売されてるのはどういうのが販売されてるんです？私たちブース以外、うん、それ以外とか。あ、そうですね、ですね、アロマって香りという意味なので、はい、飲食の香りとかもちろんアロマテラピーの香り、はい、あと化粧品系の香りっていうことで、はい、あのゲットを使った石鹸とか、はい、あの化粧水とか、うん、あと飲食関係でしたらパンとか、はい、シフォンケーキとか、うんうん、スープとか、はい、ございます。あ、そうなんですか、はい、スープね、あのもう寒い日が続いてますからね。そうですね、かなり美味しそうですよね。はい、いいですね。あとちょっとコーヒーもあったりします。うん、コーヒー飲みたいっすね。はい、結構あの、まあ、アロマというかちょっと、いい感じのコーヒーが、はいはい、良さそうですね。はい、で、この、展示販売体験コーナーとは別に、はい、またあのアロマの手作り体験、はい、アロマキャンドル作り、はい、でアロマ、あ、すみません、これワックスバー作りっていうのは、はい、ワックスバーっていうのはどういうものなんですかね。ですね、うん、香りがする、うん、置物みたいな、あのパラフィン、はい、あのキャンドルの元で作った。あ、そうなんですか。はい、あ、置いて香りを楽しむみたいな。そうですね、でドライフラーもちょっと入れるので、いい、ね、あの、はい、絵的にも可愛いかなと。いいですね。はい、あとか、この、展示などとは別にまたあの無料の講演会も一応あるんですよね。そうですね。で、先ほどちらっとね、はい、講師の方々が伺ったらかなり豪華な、はいはい、豪華な方々ということで、はい、これはすごいですね。結構うんうん、本当はお金とってもいいようなレベルの方たちが、そうなんですか。はい、すごい。これが無料で聞けるので、すごいですね。でも本当になんか盛りだくさん、内容素晴らしい、こうあのあれですね、はい、フェアになってますよね。ありがとうございます。で、さっきなんかちょっと面白いイベントっていうか催し物もあるよって聞いてね、はい、なんかあの抽選会もあると、はい、そうですね。1000円でワンチケット3枚集まると1回抽選ができます。はい、あ、はい、なるほど。また抽選の商品もなかなかそうですね、いいんじゃないですか。はい、かなり良くて、出店舗さんからも、はい、あの協賛品いただいてますし、はい、またあの映画チケットとかランチ券とか、あ、いいっすね、ちょっとした施設の入場無料券など、あ、そうなんですか。はい、あとなんかあの香り当てクイズ、はい、いいですねこれね。はい、お子さんから、うん、特に男性の方もね、さっきなんかちらっと聞いたら男性が結構ハマるということで。そうですね。そうなんですか。あの以前は1回目はカップルで来てた方たちが、あの男性の方が必死になって当てようとして、彼女はもう先行っとくよみたいな、あ、はいはい、もう彼氏置いてかれちゃってる状態で。そうですね。あ、そうですか。はい、でもなかなかいいですね。もう鼻にめちゃくちゃ自信のある我こそはって人はね、ぜひ日曜日集まってほしいですね。はい、すごいね、こんな近くでコンベンションね、はい、センターでもう宜野湾市民の皆さんぜひ参加してください。本当に、はい、あとごっちゃんも出ますよ。うん、あ、ごっちゃん、はい、これね、ちょっとこのチラシにもあるんですけど、ごっちゃん、はい、僕何かのあれでチラッと見たことあるんですよね、はい、このごっちゃん、はい、ごっちゃんっていうゆるキャラですよね。そうですね、あの勝手に健康長寿大使みたいな。なるほど、はい、すごいですね。これもぜひ、今週の日曜日、こっちの、近くの、コンベンションセンターの会議A棟であります第2回健康と美のアロマフェアありますんでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、トーマさん、はい、もう楽しい時間があっという間に過ぎてしまって、そうですね、もう終わりの時間なんですけど、ちょっとスポンサーさん紹介した後に、はい、またちょっとだけお話聞きたいんで、はい、ちょっとだけ待っててください、すいませんね。はい、今週も、YouTube ありがとうございました。この番組はボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ること、それは命を守ること、個人出し科クリニック、丸ごとラスクが大好評のワイズサポート、発達の気になるこのままをサポートしますチャレンジドサポート沖縄、アパートの修繕リフォームのラッションプレスの提供でお送りしました。トーマさん、今日は本当に短い間でもうすいませんけど、いい、ようこそ、来てくださってありがとうございます。こちらこそありがとうございました。今週日曜日に開催されるね、フェアの方ぜひ足を運んでください。トーマさんも頑張ってくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後になんかちらっと
はい、皆さんに、はい、あります、はい、あと、10秒しかないんですけど、はい、すいません、日曜日沖縄コンベンションセンター会議棟 A で皆様のご来場お待ちしております。はい、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。じゃあお相手は DJ マークアドル高木ですかです、ゲストはトーマさんでした。じゃあまた、はい、バイバーイ。